それではお待たせいたしました。3日目の飯塚王と始まります。大変長らくお待たせいたしました。1レース3100メートル競争に出場の選手をご紹介いたします。1番道面さや、2番高倉健吾、3番田中隆二、4番木戸徹、5番内田俊彦、6番中村京介、7番石橋大、8番稲原良太郎、以上8名出場選手でございます。1レース一般戦 B です。1番道面さや飯塚ハンデ0、2番高倉健吾飯塚ハンデ30、3番田中隆二浜松ハンデ40、4番木戸徹飯塚ハンデ40、5番内田俊彦伊勢崎ハンデ50、6番中村京介飯塚ハンデ50、7番石橋大山陽ハンデ60、8番稲原良太郎山陽ハンデ60、以上の8選手です。0、30、40、50、60です。1番道面選手、そして6番中村京介選手、33期2級者です。1レースは一般戦 B、 ご覧の8名です。ご期待ください。日差し十分に届いております。昨日は夕方以降雨が降った関係で、まだ走路が完全には乾いていないんですが、ほぼ両走路と言っていいコンディションです。1レース発売締め切りは10時38分、発走予定が10時41分です。アイネット投票、電話投票締め切り時刻は発売締め切りの1分後となりますので、ご注意ください。日差しが十分に届いています飯塚オートレース場です。今日は7月23日月曜日、シリーズ3日目です。走路内観戦にご招待。5レース発売中に正門階段右下特設ブースにて先着20名様受付します。先着順です。走路内観戦8レース、そして9レースの試走までとなります。明日が最終日、優勝戦出場戦紹介は5レース、優勝選手表彰式までお楽しみください。それではお待たせいたしました。1レース一般戦 B、 試走タイムです。1番道面選手 3.58、 2番高倉選手 3.45、 3番田中隆二選手 3.46、 4番木戸選手 3.46、 5番内田選手 3.40、6番中村選手 3.44、 7番石橋選手 3.40、 8番稲原選手 3.44、 1番 3.58、 2番 3.45、 3番 3.46、 4番 3.46、 5番 3.40、 6番 3.44、 7番 3.40、
8番 3.44 です。402人、この40が1番時計タイ、続いては44です。思想 VTR で振り返りましょう。改めて思想タイム参りましょう。1レースです。1番 3.58、 2番 3.45、 3番 3.46、 4番 3.46、 5番 3.40、 6番 3.44、 7番 3.40、 8番 3.44 です。思想タイムご確認ください。40、44、45の順でした。外の様子です。10時20分発表のものになります。天候晴れ、気温33度、湿度 48%、 南の風1メートル、総温度46度、方式はブチです。まだらのブチではなく、まあ、あとね、もう少ししたら完全に乾きそうなところまでは乾ききれているんですけども、乾いているんですが、ところどころ黒いところが残っていますので、乾いていないところ、乾ききれていないところが残っている関係上でのプチ発表、ほぼ量でよろしいかと思います。ほぼほぼ量でよろしいかと思います。両走路の3連対立です。1番 6.7%、 2番 20.7%、3番 18.9%、 4番 37%、 5番 29%、 6番 38.7%、 7番 39.5%、 8番 35.7% です。両走路の3連対立は過去半年間の数字 JK 発表のものです。全国のオートレースファンの皆様、改めましておはようございます。飯塚オートから実況生中継でお送りしております。シリーズ3日目です。後半4つのレースは準決勝戦です。九州スポーツ杯エキサイティングバトル、九スポ杯でお楽しみいただきます。司会進行、内野久照です。本日もよろしくお願いいたします。放送席です。解説は鎌本和重さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。九スポです。見たいところがいっぱいありますので、後で楽しみたいと思います。さあ、鎌本さん、今日準決勝戦、はい、楽しみですね。今日はソウルコンディションどうでしょうか。どうでしょうかね。昨日ね、雨、うん、夕方から夜にかけてですね、はい、降ってましたし、12レースがかなり暗くなりましたけど、うん、はい、降らなかったんですよね。良かったですね、はい、夕方降り出しましたけどね、はいはい、今日は準決勝戦最終レースまでよろしくお願いします。お願いします。では第一レースからお話を進めていきましょう。ここは見た目いかがだったでしょう。どなたでしょうか。はい、そうですね、見た目的にはまあ2番でしょうかね、はい、高倉さんが良かったような感じがしますね。高倉さん、まあ、2番、3番、4番、2と3と4、うん、はい、ありがとうございます。1コーナー行きましょう。スタート順です。はい、ここは5号車ですかね。中村恭介選手がまあ2級車なので、2級車の50、ちょっとスタート切りづらいと思います。1、2、3、4、5、7、8、6となりました。スタート展開を教えていただきました。そうですね、中村恭介選手ここにいるんですね。6号車です、はい、苦しくなりそうです。印フォーカスです。はい、ここは初日3着、昨日も、ね、6着ですが、いい走りしてましたね、はい、高倉選手。ここもハンデーの利を生かしてですね、今日も思想は、ね、4号出てます、うん、今日はこのレースで、ね、負けてない、十分思想タイムから、ね、逃げれるタイムが出てると思います。高倉選手本命、対抗は木戸選手、ここもですね、思想以上 の, レースをする選手です、まあ、田中隆二選手との、争いだと思いますが、はい、木
木戸選手の方がですね、気力的に1枚上かなという感じがします。対抗です。で3番手評価が昨日ね3球出てね、1番人気でしたけども、ちょっと揉まれまして、道中ね8着となりましたが、はい、内田選手今日も40昨日同様ね思想の感じもよく見えましたし、まあ、展開ですね、展開が向けばですね、ここも1着だと思います。内田選手3番手評価で、4番手評価がまあこの田中龍二選手ですね。まあ結構ねトリッキーな走りしますしね、後ろを抜かせない、まあ、その間に高倉選手追走ですね、2332、あと後ろから中村恭介選手よりも先行できますので、石橋大選手にですね、まあ、40、まあ、節間で一番いい思想タイムも出ましたし、これ石橋選手の27までですね、はい、考えたいと思います。高倉選手中心、今お話に上がったように思想タイム3日間で一番いい、そしてメンバー中もね悪いタイムじゃありません。はい、はい、高倉選手昨日はもうセッティングが曇りのセットでしていたら照ったということですね。ああそうなんですね、はい、うん、今日はもう朝一番に練習に行かれてまして、うん、セッティングを変えて臨んだということでした、はい、もう久々に、はい、思想も4号というのが、はい、いいタイムが出ましたよね高倉さん、うん、はい、いいんじゃないでしょうか、はいはい、そしてあと木戸選手は昨日は良くなかった、うん、振り返ってました。展開作れるようにということでしょうけどもね、うん、あと中村恭介選手が苦しい位置が続いています。苦しいですね、戦いが、まあ、ヘッド交換してますけどもね、まあ、思想もちょっと4-4足らないですね、はい、うん、今日はバックといいますかリアタイヤが外れた状態で、はい、久門選手のアドバイスをもらっていろいろと朝やってましたけどね、どどどが来てるんですかね、お話は聞けなかったですけど、はい、師匠からいろんなアドバイスがあったような朝の練習前のね中村選手でしたけども、はい、そしてまあ印もありません、お話も出ませんでしたけども、稲原亮太郎選手がこんなに動きが違いますかね。うん、そうですね、全然違いますね、そんなに悪くなかったんでしょうけど、うん、タイヤに苦労してるみたいですね、滑ると言ってますので、はい、はい、さあ人気は2474-427ということで、ここは高倉選手が一番人気になっています。あとやはり石橋選手がカモンさん言われたようにスタート前まで行ってそこから展開作れたらということでしょうかね、はい、はい、いい展開になりますよね、うん、はい、2474-427、あと5番車も人気の1車のようです。ぜひご検討ください。この後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ほぼ両走路のコンディション、公式はブチです、ご注意ください。道弁選手は8着、昨日は思想 3.58 上がり 3.684、 スタートタイミングは初日から 1.219 でした。高倉選手3着6着、思想 3.50 上がり 3.561、 スタートタイミングは 1.508、 2日ともに0から走りました。今日は30です。続いて3番田中龍二選手6着5着という結果、2日目昨日は思想 3.45 上がり 3.559、 スタートタイミングは0215です。木戸選手2着6着でした。思想 3.47 上がり 3.532、 スタートタイミングは1840。内田選手は6着8着、思想 3.39 上がり 3.546、 スタートタイミングは1427。中村恭介選手8着6着、思想 3.43 上がり 3.562、 スタートタイミング2014。石橋選手は4着8着、思想 3.45 上がり 3.526、 スタートは1410。稲原選手7着2本、思想39上がり 3.521、 スタートは1414でした。中村恭介選手のメッセージいただいております。京介君、昨日も一日お疲れ様でした。昨日も諦めない走りを観戦しながら何度も何度もあと一人もう一人と声を出し、京介君練習を信じて、あとは思いっきり走ってみては大丈夫だ、うんうんと、かよぺさんからのメッセージありがとうございます。そして京介選手にもう一枚、京介の PTA 会長さんからいただきました。マジ暑い、暑すぎ、暑いけどあと2日ダイヤモンドに向け万全に頑張れとメッセージいただきました。
中村選手初めての G1 競争が地元ダイヤモンドレースということになります。そのダイヤモンドレースは8月の23日から27日までここ飯塚オートでナイターで行われます。第61回のダイヤモンドレースです。ダイヤモンドレース開催に、ね、記念グッズということでダイヤモンド記念グッズ発売開始となっています。また番組内でご紹介いたしますが、今回ポスターが有吉達也選手、有吉選手イメージカラーピンク、ピンクの T シャツ、トートバッグ、マフラー、タオル、そして有吉選手オリジナル3点セットなど、飯塚オート EB ストアで検索してください。ヤフーショッピングで販売しております。ただいまのお時間をもちまして、第一レースは締め切りとなりました。たくさんのご投票ありがとうございました。ただいまのお時間をもちまして、アイネット投票電話投票の発売を締め切りました。たくさんのご投票ありがとうございました。ナイターですよ、お間違いないようにお願いいたします。今からね、有給の手続きもよろしくお願いいたします。あまり言うと怒られますね。8月の23日からです。5日間ダイヤモンドレース、ダイヤモンドナイターでお楽しみください。それではシリーズ3日目飯塚オート始まります。実況は宮本隆興さんです。宮本さん、本日もよろしくお願いします。全国のオートレスファンの皆様、おはようございます。九州スポーツ杯へ期待天狗バトル、その開催3日目を迎えました飯塚オートです。どうからスコアまでごゆっくりご観戦いただきたいと思います。現在ソロ温度46度前後の無視ソロ発表です。それでは各メンバーを前の方から順次ご紹介してまいります。まずゼロ戦は33期同面さや選手が一番写真、下がって30戦二番車高倉健吾光馬券であります。40は田中隆一選手浜松が3番車、地元松下で木戸徹選手が同伴4番車であります。5番がレディーこと内田敏彦選手、50戦内を取ります石崎、地元6番車サボアツル中村京介選手33期生。そして60で最高峰三陽はバウアー石橋大7番車発進、8番といえばこちらは三陽の稲葉良太郎選手であります。以上のメンバーで第1レース一般戦 B のカードが争われます。人気は2番車高倉選手から4番車木戸選手、7番車の石橋選手の絡み、2対4から7番3連単上位人気です。まもなく発走であります。30戦単半2番車光馬券高倉選手が人気サイド、対抗4番車地元松下で木戸徹選手は40戦外側のスタートであります。ハリ3秒前2秒前1秒前各車一斉にスタート、ギャーさあ行き足スタート構成、3番車コロサビが田中の勇気がいいスタートだ。赤い勝負スタートを打ちました。田中の現在2番手、2番車高倉健吾を壊れまして現在3番手です。まずは1番車ここは同盟選手先行中、3番車黒サビュー田中がいいスタートだ。現在2番手、2番車高倉健吾は現在3番手、さあ追って5番車レディ内田選手が現在4番手、4番車木戸が今ちょっと後方へ交代か5番手、8番車稲中上昇、7番車バウアー石橋が追っかけムード、最後方に6番車中村京成の展開、前は3番です田中選手がスタート切り、さあ引っ張ってはいます。
ハマーズのコロサビュー、田中隆二が限定先行する。2番手どうでしょう、マグニ観光5番車、内田選手、レディーが限定3番手。2番手、手番車、高野源子の展開。それを追って4番車、木戸選手が現在4番手。3、赤いシュベック、田中が現在先行している。2番の高倉が現在2番手の位置。5番が外幕で発進、レディーを愛する内田がまくった。5番のまくりごろ、遺跡のレディーを愛する内田選手が現在まくって前まで出ました。さあ5番と3番の前、2車から2番車追走するは高倉が、7番といえば石橋、バウアー現在急接近。おっと2番がここと7番の落車。さあちょっとこれはちょっとすごいクラッシュとなりました。さあ抜け出しは、抜け出しはこのままか。5番の後ろ展開、さあそれを追ったところが3番が追走するは田中裕二の展開でありますが、さあ5番3番4番前最初の体系、抜け出しは5番の展開、赤旗が出ました。赤旗です、赤旗が出ております。さあ全コーナータワー審判、赤旗が出ております。これにつきましては審判団から放送が入りますのでお待ちいただきたいと思います。さあ競争者が2社ほど残留となりましたか、選手の方も倒れております、放送が入りますのでお待ちいただきたいと思います、全コーナータワー審判から赤旗であります。さあちょっとスタジオの内野さんよろしいでしょうか、お時間かかりそうですが。実況は宮本孝明さんでした。第1レース審判の放送が入りますのでお待ちください。ファンの皆様にお知らせいたします。ただいまのレースにおきまして、2番車の落車のため走路上に競争車が残留し、このままの状態では公正安全な競争の続行は困難と判断いたしましたので、この第1レースにつきましては競争不成立といたします。放送が入りました。第1レース一般戦 B は競争不成立です。この1レースは不成立となりました。ファンの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。第1レースは不成立です。走路の点検は終わったようです。2レースの試走が始まるまでお待ちください。第1レース一般戦 B、 1レースは競争不成立になりました。第1レースは競争不成立となりました。1レースは競争不成立となりました。第1レースは不成立です。全返還、すべて返還となりました。ご注意ください。ファンの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。第1レースは競争不成立になりました。